小金沢昭二は、日本の演歌歌手。ジャパンドリームエンターテイメント株式会社所属。神奈川県大和市出身。身長は175センチメートル。血液型は AB 型。特技は、サーフィンと空手。実家は食堂を経営。幼い頃から空手を習っていたことから当時は、喧嘩っ早かったらしく、中学、高校時代は、 いわゆる不良少年であったという。また実家が食堂ということで、出前を手伝うために、必要との理由で16歳になるとすぐに、オートバイの免許を取得するが、友人に暴走族関係者が多かったため自然と、そちらの活動にも参加するようになり、その結果補導されたことも多いとのこと。本人に曰く、高校時代に、神奈川県内の警察署はほとんど泊まったことがあると、 いう。北島三郎の付き人として下積み生活を経た後、1988年、お前探してでデビュー。全国各地への講演活動などを通じて、歌手として順調にキャリアを重ねるが、山本常人曰く、弟子の中で一番怒られていたのが小金沢だった。小金沢の名を一躍全国的にしたものが1992年8月1日から放送された。 高校用用土材、フィニッシュ講話のテレビコマーシャルにおける歌手の小金沢くんである。CM は渡辺厚によるナレーションで歌手の小金沢くんが使っているのはフィニッシュ講話と始まる。当初は小金沢が一切セリフを発せず歌も流れずしかも無名であったため、講話の CM オンエア率の高さも手伝って、小金沢くんって誰歌声が聞こえないのは妙だ。 俳優が演じているのではないかとしばたたく間に話題沸騰となった。このキャッチフレーズは同年の新語流行語大賞において大衆部門の銀賞を受賞する。同年9月18日に出演した森田和義アワー笑っていいとも。では今日本で歌手といえばこの方と紹介され小金沢はでも歌を聴いたことがないってよく言われるんですよと返した。 同年に出場したオールスター感謝祭でも歌手の小金沢昌司とわざわざ歌手のを強調して表記された。CM に小金沢が起用された理由はフィニッシュ講話のターゲットとする行動派の現代人を演じるモデルを探していたところたまたま宣伝部に小金沢の資料が送られモデルでなくても彼ならいけるんじゃないかと判断したことがきっかけである。 ナレーションも、あくまで商品情報をわかりやすく伝えることを目的としたものに過ぎず、出演する小金沢が注目されてしまったのは予想外であったという。なお、後のバージョンでは小金沢がセリフを発したり、自身の曲、キフエがバックに流れるようになる。続いて1992年11月21日から3週間、東京。 大阪、名古屋地区の民放テレビで放送された、新宅銀行、ヒットのテレビ CM に、河合直子と共演し、CM ソング、ちょっとだけ秘密も歌った。フィニッシュ講話の CM で注目された、小金沢の歌を聴いてみたいという欲求があるに、違いないとの判断からの人選であった。CM で知名度が上がり、1992年5月に、 発売したシングル、お前だけが、発売元のビクター音楽産業調べで35万枚以上を売り上げ、続いて、同年12月発売の河合直子とのデュエットシングル、ちょっとだけ秘密も10万枚以上を売り上げるなど、ヒットした。ありがとう、感謝は、発売から10年経った2013年に、第6回日本作曲家協会音楽祭にて、 ロングヒット賞を受賞している。その他に、南部種や北の三代目などの代表曲を持ち、歌のジャンルを問わず様々な楽曲に挑戦している。2004年10月16日、友人とゴルフに興じていた、肌のカントリークラブの上空で u f o と、おぼしき飛行物体の撮影に成功した。肉眼では捉えられなかったが、携帯電話に搭載されていたカメラにははっきりと、 暗行型の飛行物体が記録されていた。それ以前にも多数の UFO や地震雲に遭遇しており、自らも目撃体験を持つ山本ジョージも、間違いないと、太鼓判を押した。この事件は、翌2005年10月20日付の、東京中日スポーツにも掲載され、話題を呼んだ。さらに、メキシコなど海外での目撃経験もあり、テレビや雑誌などで、 体験談や撮影した画像を披露することも多い。UFO に関する記事を頻繁に掲載する。東京スポーツが2015年6月22日からスタートした連載、私の UFO 体験に第1回ゲストとして登場。前月に発売された新曲、黄昏ララバインを PR する傍ら、地球に人類が住んでいるのだから、他の惑星に、 宇宙人が暮らしていても不思議ではない。人類が月に上陸する時代だから、宇宙人が地球に上陸しても特段驚く話ではないとの持論を展開した。2013年12月9日付の公式ブログ、いい波乗ろうぜ。にて、2014年の節分明けに北島音楽事務所からのれんわけの形で独立。 自身の新事務所、ジャパンドリームエンターテインメント株式会社を設立することを発表した。所属タレントは、HP のタレント紹介ページによれば、自身も含め、演歌歌手のハンダ・二ムード歌謡歌手のシシド・マサル、モノマネタレントのチャッピー、小金沢の長男で、タレントのマサヒロの5名である。2016年4月1日付で、NPO 法人、 ジャパンドリームを設立し、理事長に就任。もともと小金沢は、ボランティア活動に熱心であり、歌で、高齢者や児童を激励したいという目的が、同法人の設立につながった。なお、同法人は2020年1月20日付で、解散している。2020年11月には、小金沢が酒を飲んで車を運転し事故を起こしたとして、 同行法違反で逮捕。小金沢自身は芸能活動を休止、さらに自分が建てたジャパンドリームエンターテインメントとその関連会社であるブルークリスタルプロダクションも営業休止状態になり、翌2021年7月21日に東京地裁から破産手続き開始の決定を受けた。AB 内閣府 NPO ホームページ内の ジャパンドリームの代表者指名欄には、小金沢昭治と表記されている。ABC、ジャパンドリーム。内閣府 NPO ホームページ。2020年12月1日閲覧。東京スポーツ2007年8月21日付のインタビューより。CTV、ロミヒーにてハット ABCDFGHI、CM が作った、小金沢君新年特集。 有名人の大増殖、あえら1993年1月5日号。AB、喉役が効いた小金沢くん、シングル校長、日経流通新聞1993年2月4日付、19ページ。卒業。小金沢昭治オフィシャルブログ、いい波のろゼ。ぜ。2013年12月10日閲覧。小金沢昭治事務所変更のお知らせ。 北島音楽事務所。2013年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月18日閲覧。ジャパンドリームエンターテイメント株式会社 HP タレント紹介。閲覧2017年2月20日演歌の小金沢。生治容疑者を逮捕熊本日日新聞。2021年7月28日。閲覧。 四季帯運転容疑の歌手小金沢さんを吹きそう。熊本日日新聞、2021年7月28日、閲覧。小金沢昌司が代表を務める芸能プロが、破産スポーツ放置、2021年7月28日、閲覧。ありがとうございます。